それでは定刻となりましたので始めさせていただきます。報道機関の皆様にはお忙しいところ、また土曜日の夕方の時間帯にもかかわらず、本報道が、記者発表にお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまより軽井沢蒸留酒製造株式会社と小諸市の合同記者発表を始めさせていただきます。申し遅れましたが、私は本日の司会進行を務めます小諸市産業振興部商工課の副課長の金井圭二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この記者発表がスムーズに進行できますよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。さて本日の合同記者発表ですが、先にご案内した通り、世界的マスターブレンダーをはじめウイスキーの世界に名だたる人材が参画され設立された軽井沢蒸留酒製造株式会社が小諸市内にウイスキー製造拠点小諸蒸留所を建設する運びとなりましたので、同社と小諸市が事業内容や蒸留所誘致に至った経過などをご説明するため開催するものでございます。それではこれから順次事業計画等のご説明など発表を進めてまいりますが、途中オンラインでお聞きいただく場面もありますので恐れ入ります。ご質問についてはすべての説明が終わった後最後に一括してお受けいたします。ご理解ご協力をお願い申し上げます。また会見終了後に写真撮影等の時間も設けてまいります。なお軽井沢蒸留酒製造株式会社の説明や質疑応答では通訳を介したものとなる場合がございますので、あらかじめご了承をお願いいたします。それでは初めに小諸市長小泉俊博よりご挨拶とこれまでの経過について申し上げます。皆様こんにちは。報道機関の皆様方には、大変お忙しい中、また土曜日の夕方という、時間帯にもかかわらず、本、合同記者発表にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また日頃から小諸市の市政に関する報道、格別のご理解とご配慮をいただいておりますこと、本席から御礼を申し上げます。さて本日の合同記者発表でございますが、この度小諸市にウイスキーの製造拠点小諸蒸留所が建設する運びとなりました。事業主体であります軽井沢蒸留酒製造株式会社様と合同で開催をさせていただきます。まず私からですね、小諸蒸留所の誘致に至った経緯、また誘致に対する考え方などをご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。私が4年、数ヶ月前にですね市長に就任をさせていただいて以来ですね、持続可能な小諸市を構築するための最重要施策としまして力を注いでまいりました事業が企業誘致でございます。ご案内の通り小諸市は首都圏からの良好なアクセスと自然災害が少ないというリスク分散の適地としての認知度、また豊かな自然環境、それから軽井沢エリアとしてのブランド力など企業が求める一定条件を兼ね備えた地域でございます。これはこれまでに市内に進出されました企業の皆様からも寄せられており、小諸市の強みということで確信を持ってお話しできることであります。私たちはこの強みを最大限に生かし、また事業活動に生かし共有できる企業をターゲットとしてこれまで誘致活動を進めてまいりました。軽井沢蒸留酒製造株式会社様からはおよそ1年前に事業構想のお話と、立地先として小諸市を検討したいとの打診をいただきました。私どももこの事業構想について独自に検討を進めました結果、まず現在世界的にジャパニーズウイスキーのジャパニーズウイスキーが高く評価され、需要の高まりにより一部では生産が滞る状況も見られ、製品によっては高値で取引が行われているなど、マーケットは非常に好調である。また蒸留施設のほかビジターセンターが設置され、観光面での活用や
交流人口の増加など地域活性化につながる拠点となり得る、施設、計画であること、さらに、運営計画が軽井沢からの誘客を視野に入れたものであること、など多くの点で可能性を持った計画であると評価をいたしました。また私どもが何よりも評価した点、それはウイスキー作りの技術面において世界的なマスターブレンダーが経営陣として、さらにウイスキーの聖地であるスコットランドからコンサルタントを招聘されるなど経験豊富な人材がこのプロジェクトに参画され、確かな事業計画となっている点でございます。またウイスキーアカデミーの設立構想など観光振興や環境保全などの自然環境に目を向けた地域貢献の考え方もお示しをいただきました。このような経過から金融誘致の案件として扱わせていただくことを決定し、このプロジェクトを実現するため用地選定をはじめさまざまな支援を進めてまいりました。用地の選定にあたりましては、蒸留施設、また貯蔵施設、ビジターセンターなどの施設配置と軽井沢エリアを意識できる幹線道路からの利便性のほか、小諸市の自然環境と融合した空間形成とロケーションなど様々な検討を重ねた結果、市内松井区にあります小諸市が企業用地として所有する6629平方メートルの用地及び周辺民有地を立地場所として選定し決定いただきました。同地は標高910メートル、ウイスキーを製造する条件が整っている場所ということで、お選びをいただきました。小諸市所有地につきましては、去る11月30日、土地売買契約を締結し、プロジェクトの実現に向けた歩みを一歩進めたところでございます。次にこのプロジェクトに対して小諸市が期待する点、たくさんございますが大きく2点申し上げたいというふうに思います。まず1点目は、既存産業との相乗効果と地域活性化であります。小諸蒸留所は軽井沢と上田を結ぶ浅間サンラインと、現在ブランディングが進められている高峰高原に通じるチェリーパークラインが重なる場所に建設がされます。このため様々な観光資源、それから地域資源と結ばれ、それぞれの事業間で新たな効果が生み出されるという大きな期待を寄せておるところでございます。一例を申し上げますと、建設地付近を中心に盛んな観光農園との連携、市西部地域を中心に集積されたワイナリーとの連携、海湖園や高峰高原など観光施設との連携が見込まれます。それから2点目でございますが、地域のブランド力の向上でございます。小諸市は軽井沢エリアに位置することを強みとし、一定のブランド力を持っております。小諸蒸留所が国内有数のウイスキー製造拠点として、また軽井沢エリアの唯一の拠点として多くの皆様に愛され、世界から注目されることは小諸市のブランド力向上につながるものと期待を寄せておるところでございます。これはなかなか決め手のなかった軽井沢来訪者の小諸市への誘導や交流人口の増加、また長期的にはインバウンドの誘客が見込めることなど様々な効果が予想されまして、大きな期待を持っているところでございます。最後になりますが、新型コロナウイルスの影響で未だ先が見通せない状況が続いております。要請といたしましては、この難局を乗り切ることを最優先に取り組んでおりますが、一方では将来を見据えた持続可能な小諸市の基礎づくりにも欠かすことはできません。このような中、軽井沢蒸留酒製造株式会社様との地域活性に至るですね、進めるパートナーとして強力なパートナーを得たということは本当に幸運で、この出会いに心から感謝するものであります。このプロジェクトが成功に
成功すべくですね、実現に向けて小諸市も全力で、支えてまいりたいというふうに思っておるところであります。ぜひ報道機関の皆様におかれましては本プロジェクトに対してご協力を賜りますよう、切にお願いを申し上げます。以上、小諸市から、これまでの経過と考え方を申し上げました。後ほど、ご質問等にお答えしたいというふうに思います。ありがとうございました。小泉市長よりこれまでの経過と小諸市の考え方などをご説明を申し上げました。続きまして、軽井沢蒸留酒製造株式会社から事業内容をご説明申し上げます。説明に先立ち、本日同社からこの記者発表に出席している主要メンバーを、自己紹介でご紹介申し上げます。はじめに代表取締役 CEO 島岡高志、島岡社長をお願いいたします。はい、ご紹介いただきました軽井沢蒸留酒製造株式会社の島岡高志です。弊社はこのウイスキー事業のために設立されたベンチャー企業です。私は外資系金融機関に25年間勤めた後、4年前から軽井沢旅館の再生をしています。ウイスキー事業は以前からの理由で、今日このような形で皆様にご報告できることを大変嬉しく思っております。本日はよろしくお願いいたします。続きまして、副社長兼マスターブレンダー、イアンちゃん、ミサちゃん、お願いいたします。First of all, a very good afternoon, Mr. Mayor, and also ladies and gentlemen. Thank you for being here today. 皆さん、こんにちは。イアンちゃんと申します。My name is Ian Chang, and I come from Taiwan. 私は台湾から来まして、I used to be the blender of Komoro Distillery for 16 years. Komoro 蒸留所で16年間働きました。And I'm today very excited and also very honored to tell you that I have the opportunity to co-found and also to be the vice president and also the master blender of our company here in Karuizawa, Komoro. この度、軽井沢蒸留酒製造株式会社の共同経営者および副社長、また小諸蒸留酒のマスターブレンダーとなりましたことを光栄に思っております。 And finally, I would like to let you know that I cannot wait to start my new journey in my life, and make Komoro City as my second hometown for the future. 小諸市に近いうちに移り住み、私にとって2番目のホームタウンとなるのを楽しみにしております。Thank you very much. よろしくお願いいたします。続きまして、取締役 CFO 島岡良衣、島岡取締役お願いいたします。皆様こんにちは。軽井沢蒸留酒製造株式会社で企画財務を担当させていただきます島岡良衣と申します。私自身は外資系のコンサルティング会社にしばらくおりました後、金融機関で企業間の提携とか M&A のアドバイスを長くしておりました。初めてですね、このプロジェクトについて夫である浩二社長の方からですね聞いたときには本当にびっくりしたんですけれども、ただ非常に情熱的にその計画を話してくれて、でこの土地に根ざしたそしてそのグローバルスケール の, その事業というものに本当にこれ面白い、ぜひやってみたいというふうに思って参画することにいたしました。まだ道のりは長いですけれども、社長そしてイアンさんそしてこの企画に参加してくださる全ての皆様、大変微力ではありますけれども精一杯支えていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。最後に本日ウイスキーの聖地スコットランドからオンライン参加で参加しております。チーフコンサルタントエディ・ラドロー、ミスターラドローお願いいたします。こんにちは and good morning Komoro City and my esteemed colleagues
in the Karizawa Distillers Inc. My name is Eddie Ludlow, founder of the Whiskey Lounge and chief educator and brand consultant for Karizawa Distillers Inc. I have dedicated the last 20 years of my life to whiskey, predominantly in the UK. My journey has seen me curate nearly 100 whiskey festivals, welcoming over 200,000 visitors, and I'm fortunate enough to be whiskey judge for the International Wines and Spirits Competition for over 10 years and a new whiskey author. It is my honor to be a part of this project, and I look very much forward to visiting Komoro and Japan next year when the situation allows. そうでした。軽井沢蒸留酒製造株式会社の研究エデュケーター兼ブランドコンサルタントのエディ・ラドローです。私はイギリスでウイスキーに人生の20年間を捧げました。これまでに100ほどのウイスキーフェスティバルのみで20万人以上の訪問者を受け入れてきました。私は幸運にも10年以上にわたりインターナショナルワインスピリッツコンペティションのウイスキー部門の審査員を務めることができました。皆様と一緒にこのプロジェクトを進めていくのを本当に楽しみにしております。よろしくお願いいたします。エディ、プリーズコンティニュー。以上が本日出席しているカリザ蒸留酒製造株式会社のメンバーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、島岡社長より改めまして社を代表してご挨拶を申し上げます。改めまして本日は皆様大変忙しい中お集まりくださいありがとうございます。また私どもの取り組みを応援してくださり、このよう皆様にご説明できる機会を作ってくださった小泉市長をはじめとする小諸市役所の皆様方、関係者の皆様方に心より御礼を申し上げます。私ども軽井沢蒸留酒製造株式会社では最高のウイスキー作りを目指してこの度小諸蒸留所を建設することにいたしました。ウイスキーはその土地の気候や風土、そして文化、作りでの思い出の結晶です。この小諸蒸留所ではこの地域ならでは特徴あるウイスキーを、そして100年後、200年後も世界中のウイスキーの愛好家たちに愛され続けるウイスキーを目指したいと考えております。この小諸蒸留所建設にあたっては最高のチームと最高の自然環境に恵まれました。このドリームチームのメンバーみんなウイスキー作りに必要な豊富な経験と実績のあるメンバーです。中でも私の横にいる世界的なマスターブレンダーでもあるチャンさんとの出会いは運命的なものでした。私はこれまで思い描いてきたウイスキー作りの以上長期計画など話したことをたちまちのうちに共感してくれ、パートナーとして一緒にやってくれることを同意してくれました。彼はウイスキー作りのレジェンドでもあるジムスワー博士の学びして台湾唯一の蒸留所を世界的に有名にした立役者の一人です。またウイスキー事業に欠かせない企画財務担当にはコンサル金融経験の長い島岡良衣氏、ブランディング候補にはウイスキーテイスティングのベストセラーを執筆し、ウイスキーイベントの会社を運営するエディ・ルドロー氏、海外マーケティング担当には10年以上の業界経験を持っているケリー・プー氏が担当しております。さらに来年4月にはウイスキー作りを夢見る青年たちが新入社員として入社することが決まっています。また小諸市からお譲りいただいた蒸留所建設の、予定地の自然は環境的にはスコットランドの気候に近く、ミネラル豊富な水に恵まれ熟成する間にウイスキーに
勇気を吹き込む森があります。コモロの地で最高のウイスキー作りができることをチーム一同大変嬉しく思っています。最後には私どもはコミュニティの一員として地域の観光経済の活性化国際化にも貢献していきたいと考えております。コモロ蒸留所内に併設予定のビザセンターでは世界的なウイスキーアカデミーを開設する予定です。ここでの活動を通じコモロと世界をつなぐ一翼を担うことができれば嬉しく思います。また周辺の自然環境の保全にも地元の皆様方に協力し取り組んでいきたい所存です。まだまだ道のりは長いんですが今後でもご支援のほどよろしくお願い申し上げます。島岡社長よりご挨拶と本事業の概要また本事業への思いを述べさせていただきました。続きまして島岡取締役と建築設計担当者より事業内容をご説明申し上げます。お願いいたします。ありがとうございます。すいません、では座ったままでお話しさせていただければと思います。簡単に私の方から今後の事業についてお話をしていただきます。軽井沢蒸留酒製造株式会社では先ほど社長の方からもありましたように最高のウイスキーを作ること、そしてジャパニーズウイスキーの新たな伝説を作ることをビジョンに掲げております。で、こうしたビジョンを達成するために、小諸蒸留所は大切な第1号蒸留所となります。浅間山のふもとにあります蒸留所の敷地には、6600平米の森があって、でこれは大変熟成にしています。そして気候、水資源ともに大変自然環境に恵まれています。ここで私どもは大量生産をすることは考えておりませんで、プレミアム市場をターゲットに自然環境にも配慮して限定的な生産を行っていきたいというふうに考えています。今後の予定ですけれども、就航は2年後の2022年の春を予定しております。現在就航に向けてみんな毎日ですね本当に一生懸命働いているという感じですけれども、各種手続きなどを進めながら蒸留所、それからビジターセンター、熟成庫の詳細設計などを詰めているところです。ビジターセンターは大勢の方がいらっしゃるので皆さんいらっしゃるときに楽しんで、思い出に残る時間を作っていただくようなそんな場所を提供したいなというふうに思っています。そしてまた本格的な、ウイスキーアカデミーを開設するということを計画しております。シングルモルトの販売開始は2027年を予定しております。その後、私どもとしては積極的にポートフォリオを拡大していきたい、できましたら他の蒸留所などとの連携、それから新規投資なども積極的に行っていきたいというふうに考えています。そして私どもの目標としてウイスキー専業のメーカーとして日本が誇る小諸初のグローバルカンパニーにしていきたいというふうに思っています。建設計画の詳細などについてはこの後、設計をお願いしております都合建築設計の戸郷明さんと、それから戸郷麻美さんにお願いしたいと思います。それから、どんなウイスキーを作っていきたいのかということについては、こちらにいらっしゃるイアンチャンさんの方から説明をしていただきたいというふうに思っています。それから先ほど、ウイスキーアカデミーの話を少しさせていただきましたけれども、ウイスキーアカデミーも含めて、ビジターセンターなどでの取り組みについては、そのエデュケーターでも私どもの、その専門の、エデュケーターでもあり責任者でもある、ラドローさんの方から説明をしていただければというふうに思います。それでは、設計の、建築の内容についてですね、お願いいたします。
今回の計画で全体のマスタープランニングと建物の、設計をしております総合建築設計の私、総合明と私、佐藤真美です。よろしくお願いいたします。この計画では、当初から、島岡さんから、この土地はいかに素晴らしいかというのを何度も教えていただきました。本当にすごい熱意で、我々が土地買うんじゃないかと思うぐらいすごい熱意で、何度も教えていただきました。その後、チャンさんの方からは、蒸留所熟成庫が、周囲の環境とうまく付き合うことが、ウイスキーの品質にとってすごく大事だということを教えてもらいました。ご覧のように敷地は浅間山の恵みを受けた地です。良質な水資源と美しい緑、そして驚くような眺望に恵まれています。この土地の恵みを最高のウイスキーにつなげるための蒸留と熟成の設備の一部のような、そういった建築を目指してこの企画をスタートしました。こちらが敷地になります。これは敷地の現況の模型になります。まず私たちは森の中に入っていって、敷地の一本一本の木を調べて、地形を測量して、まずこういった現況の模型を作りました。世界中のほとんどの蒸留所が、平地やあるいは山を切り崩したような土地に建てられています。ここでは既存の地形を丁寧に読み解くことで、敷地の環境をできるだけ維持するということを目指しています。これが計画の模型になります。チェリーパークラインに面する土地に蒸留所を設けまして、その奥の静かな森の中に熟成庫を設けるという計画でおります。森の中の熟成庫はご覧のようにアーチ型の建物です。これは極めて軽量な構造体で、これにより土地への負担を最初に抑えるということを目指しています。また同時に周囲の木々への敬意を払った形であるというふうに我々は考えております。この蒸留所の方は大きな傾斜面がかかっていまして、この下には蒸留所だけではなく、ビジターセンターも計画しています。蒸留所をただの工場としてではなくて、蒸留家たちの情熱があふれる場所として、できるだけ多くの人に見てもらいたいという、そういったアイデアが島岡さんにいただいた、我々の依頼でした。こちらは蒸留所とビジターセンターの断面のスケッチです。蒸留所とビジターセンターが一つの大きな屋根の下に寄り添った形で展開します。今、こちらの画面で左側が蒸留所、右側の半分の方がビジターセンターになります。ビジターセンターでは、ウイスキーの試飲や購入だけではなくて、ブレンドの体験やウイスキーについての学びなど、様々なプログラムがビジターをもてなすという考えでおります。また、蒸留所の方はウイスキー作りの英知と工夫が凝縮した一つ一つの製造設備をショーケースの中の宝石のように扱ってみんなに見てもらいたいというふうに考えています。それらの全ての体験がこの蒸留所と隣り合って展開するということを目指しています。世界中のウイスキーファンにとって憧れの場所になるような設計をしたいと考えています。また、我々は今回ウイスキー作りとその品質が人への敬意、あるいは環境への、周囲の環境への敬意というものと共にあるということをすごくよく理解しています。この蒸留所の建築が、そうした今回のウイスキー作りの哲学の一部に沿ったものと、哲学の一部になりたいというふうに、これまで計画を進めてまいりました。
以上になります。はい、それでは、島岡取締役より、事業内容の説明、ね、それからその建築設計より、施設計画、それからコンセプトなどを説明させていただきました。本プロジェクトの詳細について、ご理解をいただけたのかなというふうに思います。それでは先ほど島岡取締役からもお話がありましたが、ウイスキーの技術的な部分も含めながらですね、チャン副社長より本事業に対する抱負を申し上げます。チャン副社長、お願いします。So after the very exciting introduction of our distillery construction by Sogo-san, it's my turn now to let you know my vision of our whiskey for the future. So when I met Shimaoka-san for the very first time,In April this year. 今年の4月に、私は島岡高志さんに会いました。And during our conversation about our vision and also what we're going to do for the future, I realized that he shares the same passion and also the same vision as me. And despite the fact that he didn't have any previous whiskey background, and that's why I immediately said yes, I'm in.はい、その時私は島岡浩二氏とお話をしていた時にこれまでウイスキーとの関わりがあまりなかった方なんですけれども話をしていた時に私たちは2人とも今同じ夢、情熱、将来へのビジョンを共有しているということが分かったのですぐにイエスと答えました。 Because I think whiskey is about the combination of the right people at the right time and also at the right placeAnd we happen to have all these three here in Komoro City. Whiskey とは素晴らしい場所であり人があり。Right time, right place, and the right people. タイミングと場所と人、そのすべてその3つが揃ったときにそれが叶うんです。And when it comes to the whiskey, we all know that whiskey is the combination of new make.And casks. ウイスキーについてご説明しますと、新しい原酒、と食べてウイスキーが出来上がります。And when it comes to casks, we sometimes call it the wood policy. And both the new make and wood policy, these are the two main expertise of my late mentor, Dr. Jim Chuan.新しい蒸留された仕立ての原酒と樽、これはウッドポリシーとも言われますけれども、このどちらはとも世界的に有名な今は亡きジムスワン博士が専門としていた知識となります。So from my past 16 years at Kaplan and among the 16 years, 12 years full time with Dr. Swan, I think that it is my mission and passion.To continue his legacy. ジムスワン博士の中とともに12年間彼の長い間の学弟子であったわけなんですけれども、ジムスワン博士の意思を受け継ぐことが私の、使命と情熱であり、彼のレガシーを残し続けることが私の使命だと考えています。And also, Mr. Shimaoka and my dream is to create the new legend here in the Karizawa area in Japan. そして、島岡浩二氏と私の夢はどちらもこの軽井沢のエリアで、新しい伝説を作ることをこの日本でということを考えています。And I believe Jim's spirit will be very much part of our ingredient of our single malt whiskey.そしてそのシングルモルトウイスキーを作ることによっては、ジムスワン博士の持っていた精神そのものがその夢の重要な部分を占めていると考えます。So in terms of house style, in case if you are wondering what kind of house style we'll be making, I would like to let you know as well. ハウススタイルということについてですけれども、シングルモルトウイスキーのハウススタイルについてちょっと少しお説明します。So our whiskey
when it is the new make, it will be very rich and complex, but also very clean, and with plenty of fruity and floral characters. このハウススタイルはリッチで複雑なのにクリーンで、そしてフルーティーでフローラルなキャラクターが豊富なものとなるでしょう。But overall, it is going to be very balanced, because Kim Swan whiskey is all about being balanced, just like life itself. とてもバランスの取れたウイスキーになるんです。非常にバランスが取れているっていうことがジム・スワン博士のウイスキーの全てだからです。それはまるで人生そのもののようなものです。And at the same time, Jim taught me that if you want to create a very good whiskey, you need to take into consideration of the local climate and also the type of wood that you're going to use. And here, I will specifically tailor, make our new made spirit to suit the climate and also the wood.それと同時に、気候や樽の種類というのもとても重要になってきますので、軽井沢地域の気候、また、今後使用する予定の樽の種類に合わせて、中長期の熟成を目的に特別に設計されたメイクスピリットを採用する予定です。So, the new make will be very suitable for medium to long term maturation. この、ニューメイク、新しいウイスキーは中長期の熟成にとても適しています。So in the future, in the near future, when the whiskey is ready and matured, I can assure you that it's going to be very different and also unprecedented in comparison to any other whiskey in the world. そして、このウイスキーの準備が整って熟成するときに、このシングルモルトウイスキーはとても特別なものになると思います。And to summarize,Basically, it's a world-class single malt whiskey envisioned by Shimaoka-san and myself, produced here in Komoro City. 要約しますと、この Komoro 市におきまして、生産されるシングルモルトウイスキーは、ワールドクラスのものであり、島岡高志と私は共にここで、他の世界の地のウイスキーとは大きく異なる前例のないウイスキーが生まれるということを心に描いております。And finally, I would like to, together with Shimaoka-san and our team, to thank Mr. Mayor and all the hardworking team members of the Komoro City Council for giving us the full support. 最後になりますけれども、Komoro市の市長の小泉市長様および、関係者の皆様の本当に感謝を申し上げます。And with the new year being just around the corner, I would also like to wish you everyone a Merry Christmas and a very happy new year of 2021. そして皆様もうすぐ新しい年を迎えますけれども、どうぞ良きクリスマス、新年を2021年をお迎えください。In the future, it's going to be Christmas every day here in Komoro City. Komoro の市においては、将来は毎日がクリスマスのように楽しい。Because we will have the best whiskey in the world here at Komoro City. Thank you very much. 世界の中でベストのウイスキーが生まれるからです。ありがとうございました。じゃあ副社長より、ウイスキーの哲学あるいは技術的なお話も交えながらですね、この蒸留所への思いを語っていただきました。続きまして、ラドローチーフコンサルタントより本人に対する抱負を申し上げます。本日はラドローお願いいたします。Konnichiwa again.Very nice to be here.I first met Ian Chang in 2010 in Manchester, England at one of our whiskey festivals. We were introduced by the legendary and late Dr. Jim Swan,He was very keen that we meet to talk about whiskey. In the 10 years I've known Ian, I've always been very impressed with the whiskey he has made, as well as developing a long-standing friendship. He is a true gentleman, as well as one of the most talented whiskey makers on the planet. Therefore, it almost goes without saying that Ian is a real catch, and I have no doubt will be a real asset to the Komoro Distillery and Karizawa Distillers.Ian has made some of the most profound whiskies I have tasted in recent years.
He had an incredible teacher in Dr. Swan, and the awards they and then Ian on his own won could almost stretch to the moon and back. Any distilling company would be excited to have him on board. So when Ian contacted me several months ago and said, Eddie, I want to talk to you about something, and hinted at working together on something, I was instantly hooked. To have the chance to work closely with Ian is both exciting and a real privilege. ウイスキーフェスティバルにおいて初めてイアン・チャン氏に私は会いました。私たちは伝説的で今は亡きジム・スワン博士から紹介されたのです。イアンを知るこの10年間、私はいつも彼が作ったウイスキーに非常に感銘を受けながら友情を育んできました。彼は真のジェントルマンであり、地球上の最も才能のあるウイスキー職人の一人です。そのようなイアン・チャン氏を引き入れることができたことは、小諸蒸留所や軽井沢蒸留酒株式会社にとって本当に財産になることは間違いありません。ミアンチャン氏は私が近年味わった最も味わい深いウイスキーのいくつかを作りました。彼はジムスワン博士という信じられないほど素晴らしい教師のもとで学びましたし、彼自身計り知れないほど多くの賞を獲得しました。どの蒸留会社も彼を仲間にしたいと思うでしょう。ですので、イアン・チャン氏が数ヶ月前に私に連絡を取ってきて、エディ、話があると言い、何か一緒に働くことをおもめかしたとき、私はすぐ夢中になりました。イアン・チャン氏のそばで協力するチャンスは、エキサイティングの発見だと言えます。OK、エディ、プレゼントに行きます。When he then introduced me to Mr. Shimaoka and later Mrs. Shimaoka, and as I realized that they were very serious and passionate about this project, I could not resist. These are people that are making their dream of reviving whiskey making in the Karazawa area and Komoro in particularly a reality. I and Amanda, my wife and business partner, as another husband and wife team, wanted to share in this dream and help it to fruition. The plans for the distillery and visitor center designed by Mr. and Mrs. Sogo, as well as the eventual whiskey, are ambitious and far-reaching. We want Komoro whiskey to be on the tongue of every whiskey lover from every corner of the globe. We want Komoro whiskey to be world-class and world-beating. We want Ian, Koji, Yoshie, and the team at Karazawa Distillers to win awards and recognition. However, we also want Komoro Distillery and whiskey to be off the place. When people taste or think of Komoro whiskey, we want them to think about where it is made, as well as who makes it and how. Distilleries in Scotland are quite often tied symbiotically to the towns, villages, and cities where they are based, and proud of the shared heritage. We wish for the same here in Komoro. We want Komoro to be as proud of us and our distillery as we are of being based in this historic region.私は、島岡高志氏、また島岡良衣氏を紹介してもらい、このプロジェクトに関して彼らは非常に真剣で情熱的だとし、私は本当に我慢ができませんでした。彼らが、軽井沢や小諸でウイスキー作りを復活させることを夢見ています。私と、妻であり妻ビジネスパートナーであるアマンダが、もう一組の夫婦のチームとしてこの夢を共有し実現したいと思ったのです。また、SOGO明氏、麻美氏ご夫妻が設計した蒸留所とフィジカルセンター、そして最終的にウイスキーの計画は、広範囲に及んでいるものです。私たちはこのウイスキーの世界中、このウイスキーを世界中の全てのウイスキー愛好家たちに味わってもらいたいと思っています。小諸で作られたウイスキーは、ワールドクラスで世界と戦えるものです。イアン・チャン氏、島岡浩二氏、島岡良衣氏、軽井沢蒸留酒製造株式会社のチームに賞と表彰を受けてほしいと思います。また、小諸蒸留所とウイスキーを素敵な場所にしたいとも考えています。小諸のウイスキーを味わったり考えたりするとき、これはどこで作られているのか、誰が作っているのか、どのように作っているのかを思い浮かべてほしいのです。スコットランドの蒸留所では、彼らが拠点を置く町、村、都市によく結びついており、共有の財産として誇りに思っています。小諸においても同じことを願っています。私たちがこの歴史的な地域に拠点を置いているように、
小諸市もまた私たちとこの蒸留所を誇りに思ってほしいと願っています。To this end, aside from aiming to make some of the finest liquid you will ever taste, we want to bring more people to the region, to explore its beautiful environment and meet the beautiful people. Therefore, the Komoro Distillery will not just be a production facility. It will be a destination for whiskey lovers, yes, but also tourists to the area and local people too. As primarily someone who enjoys educating and facilitating, I was extremely attracted to Koji's idea of an education facility at the distillery, somewhere that just isn't about promotion or sales, somewhere of genuine value to the wider community that might have an interest in what whiskey is and what makes it so great. Therefore, we are going to create a world-class whiskey academy, where whiskey lovers from all over the world can not only come and learn about whiskey from the ground up, but perhaps even have the opportunity to be more hands-on in the distillery. Added to the other facilities we are hoping to build into the visitor center, this will be a place people want to visit many times in their lifetime. 皆さんが今までに味わった中で最高のウイスキーを作ること以外にも、私たちはこの地域により多くの人々を運んで連れてきたいと思っています。この美しい環境を探索し、美しい人々に会うためです。ですから、小諸蒸留所は単なる生産工場ではありません。それはウイスキー愛好家たちの目的地となり、地域や地元の人々への観光を促し、多くの観光客の皆様も来られるでしょう。主に教えることを楽しんでいるものとして、私は蒸留所の教育施設に関する、島岡高志氏の考えに非常に惹かれました。これはプロモーションやセールスだけではありません。ウイスキーとは何か、そして何がそんなに素晴らしいのかに興味を持っているかもしれない、より広いコミュニティに真の価値を提供する場所となります。したがって、世界中のウイスキー愛好家たちがウイスキーについて一から学ぶだけでなく、もしかしたら将来、蒸留所で作り手になるための、より多くの機会を持つことができるような、ワールドクラスのウイスキーアカデミーを作るつもりです。ビジターセンターなどの建設も考えており、ここは人々が生涯において、何度も何度も訪れたい場所になることでしょう。So, in summary,I and Amanda are very proud and honored to be associated and part of this extremely exciting project and are so looking forward to our first visit at some point in 2021. And finally, to everyone in Komoro and Japan and around the world, Merry Christmas and a Happy New Year. And he's looking forward to a very exciting 2021.Thank you. スコットランドからラドローチーフコンサルタントより抱負とですね、それからこのプロジェクトに対する思いを届けていただきました。これまでのご説明でこのプロジェクトに参画する人々の出会いですとか、それぞれこの蒸留所への思いなどを語らせていただきました。プロジェクト全体のですね、全体像をご理解いただけたのではないかと思っています。また小諸市として本プロジェクトに寄せる思いもお話をさせていただきました。それでは小諸市、軽井沢蒸留酒製造株式会社それぞれから事業内容などを一通りご説明を申し上げましたので、これよりご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は恐れ入りますが挙手をいただき、指名されましたら報道機関名とお名前を述べていただいてからご質問をお願いいたします。
また、誰に対する質問なのかも合わせてお申し出いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。それではどうぞ。どうぞ。信濃毎日新聞社の星と申します、ね、いろいろ説明していただきましてありがとうございました。ベンチャー企業ということなので、島岡さん社長にお伺いしたいんですが、設立年月日はいつなのか、会社の概要と生産体制についてもう少し教えていただきたいので、まず設立年月日、それからあと、水はどこから引いてくるのか、ウイスキーでいうような水はどこからどのくらいの日量を使うのか、あと排水処理はどうするのか、あと年間生産量の計画、あとどこに向けて出荷するのか、そこら辺を教えてください。ありがとうございます。まず弊社は最初はベンチャー企業を、作ろうと思って2年前に実は設立しまして、そのウイスキー事業に絞り込んだのは今年の3月です。で、チャンさんとたまたまそのちょうどその出会ってからこれでいくれぞということで、経過変更して本格的にスタートすることになりました。で、先ほど水の方なんですけれども、ちょっと今まだ、設計段階で、まあ、我々としては事業計画として年間の生産量は今ちょっと申し上げられるのは10万リッター以上を考えています。ただそれ以上どのぐらいまでいけるかはちょっと現段階ではまだちょっと設備の生産キャバも含めてまだ確定しておりませんので、ちょっとその辺は、ただ最低はやっぱり事業を成り立つためにはそれなりの生産量を考えています。まあ、10万リッターといったら国内では、まあ、中小の、まあ、範囲にはなるかなという感じで、であと水に関しては実はあそこの場所ちょうどの軽井市排水地から800メートルぐらいあるところなので、まあ、非常に水源に近く、まあ、小諸市の方から過去2年間の水質のデータをいただきまして、でチャンさんに分析していただいたところ、非常にウイスキー作りに適した水質であることが分かりました。で、あとその排水に関しては基本的にその我々としては今設計段階でそのいろんな業者と交渉しているところで、できるだけその場で排出するんじゃなくて引き取ってもらって、実は今回の作るウイスキーに関しては出るものはカスとあとポットウェール、これは実は非常に栄養分のあるもので、まあ、これは一応そのお酒飲み物なので、まあ、我々としてはリサイクルで牧場牛と、豚 の, 牧場に、それを販売していこうということで、まあ、その液も含めて一部は豚のジュースにもなるということで、まあ、実際スコットランドの方ではそういうリサイクル のことをずっとやってこられて、我々としてもこのブルーズジェットは、まあ、できるだけ環境に優しい作り方を計画しております。ありがとうございます。会社の概要についてもう皆さんちょっと教えていただきたいんですが、売上高の計画っていうのはどうなっているのか、あと初期投資、資金を調達すると書いてありますが、その調達の進み具合はどうなっているのか、あと従業員は現地雇用っていうのを考えていらっしゃるのか、そこら辺を教えてください。はい、ありがとうございます。まず事業計画に関しては一応年間10万リッター減収ですので、大体63点ごとに直すと17万リッター前後になります。で、それを、まあ、いわゆる今の、樽で計算、換算すると、大体そうですね。まあ、初期段階で800ちょっとぐらいかな。200リッターの樽でいくと。まあ、それで考えると、まあ、他の国内の新興の蒸留所の例を参考にすると、
おそらく、まあ、10数億にはなるかなと、最初は。ただ、我々としては将来的に、まだ第2蒸留所も考えておりますので、まあ、少しずつ増やしていこうかなというふうに思っています。それから、さっきの、ご質問の中にある、その将来の計画に関して、まあ、我々としては販売はできれば6割を海外市場をターゲットにしております。実はチャンさんは世界的なマスターブレンダーで非常にコアなファンがおりまして、すでに樽でも売ってくれという引き合いが来ております。社長と資金的な面と雇用の面も、はい、まあ、第一工場に関しては基本的に蒸留所 と、ビザセンターも含めて、そうです、10名から15名ぐらいを予定しております。あと資金調達に関しては、まあ、幸いなことに、ある程度目処ついておりまして、思った以上に皆様方にご支援いただけるかなということで、それから、まあ、アジアからヨーロッパからぜひ提携をしたいというオファーも多数来ております。あと、イアンさんと、エディさんに一つずつ教えてください。イアンさんはですね、カバランを、カバランで働いて、まあ、台湾という熱帯で成功されて、まあ、熱帯で、ね、成功されていますが、まあ、寒い小諸で、まあ、どのようなウイスキーを作るのか、先ほど、まあ、特徴を教えていただきましたが、もう少し詳しく教えてください。Yes. I think you're very correct to say that when it comes to whiskey production, there are two types of whiskey production. なぜ2種類のウイスキーの生産っていうのがありますか? One is produced in a hot climate, like where I came from, where I come from in Taiwan. 一つの方法は暑い地域、台湾のような地域で作る生産方法があります。But once again, the reason why I always say that I'm the most fortunate person in the world is because I have the opportunity to learn from the late Dr. James Wong, who taught me how to produce whiskey in cold climate as well. もちろん台湾でも作りましたけれども、今は亡きジムスワン博士から寒い地域でどのように製造するのかということについても詳しく教えを受けました。So in a cold climate, I think what we have to do is to be patient a little bit longer, because the colder climate will have a longer maturation. 寒い地域におきましては熟成するのに時間がかかりますので、もう少し辛抱して待つ必要があります、熟成するまで。But with modern technology and also with the new make design and specifications, as I mentioned just now, we will be able to make sure that the whiskey is very mature in a shorter time. That is something that we are going to do here at Komoro. 現代のテクノロジーを用いまして、また原酒の作り方も工夫しまして、できるだけ早い時間でこの小物に、でも短い時間で熟成させるような工夫をしたいと考えています。But I can assure you that it's all safe, it's all very natural process. No chemical additives will be added. しかしながら、テクノロジーを使うとは言いましても、何か科学的なものを足したりとか、体に悪いものを入れるということはないので、その辺は安心していただきたいと思います。Because it's all about the new make combined with the quality cask to make quality whiskey. それは原酒と樽の合わさったときに、出来上がる、そういうウイスキーだ。
ありがとうございます。Thank you. チェリーラドローさんにお伺いしたいんですが、教育のプログラムですね、ワールドクラスのプログラムを考えていらっしゃる、ビジターセンター考えていらっしゃるということなんですが、これは1日なんでしょうか、1週間なんでしょうか、1ヶ月なんでしょうか、1年なんでしょうか、そこら辺にどうしてますか。Yes.You are planning to create world-class education program. Is it the how is that? How long is the length? Is it 1 day, 1 week, or 1 month? Okay. Well, from our perspective, it really depends on the individual person, and we will have several types of courses.So obviously there will be some people who will only be able to come for 1 day. There may be some people who want to come for a week, possibly even longer. So the courses will be adaptable and will be aimed at everyone from the beginner to anyone who has an interest in whiskey, all the way up to people who have a very advanced knowledge but want to maybe have a hands-on approach.はい、私はいろんなタイプのコースをその人に応じて作りたいと考えています。それは1日の場合もあるでしょうし、1ヶ月の場合もあるでしょうし、それ以上のものを受けたい方に関しても提供したいと思っております。で、初心者向けのものも初心者でないもの方々のものに対してもいろいろなコースを作りたいと私は考えています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。その他ご質問ございませんでしょうか。はい、どうぞ。読売新聞の記事を申します。下川社長に確認したいんですけれども、先ほどの質問に重なるんですけれども、現在のその軽井沢蒸留酒制度の所在地は東京になるんですか。はい、そうです。実は私、今、吉江市と東京で、IFAS という、M&A の、ブティック会社と、IFAS コンサルティング、これは投資事業をやってる会社を、運営しておりまして、これは山王バンクの中にあるんですけれども、ただ、この今まだ、予定地が今までまだできてなかったので、本社は東京に置いてありますが、いずれはできた時には本社はこちらに移すことも実は視野に入れております。軽井沢蒸留酒製造はこの社名になったのは今年ということでよろしいですか。はい、そうです。でウイスキー製造する際 の, その免許のようなものは取得済みなんでしょうか。いや、まだです。いつ頃の予定になって今実は税務官と相談しているところで、その同時進行でやるか、その後でやるか、あるいはその前で、取得するか、ちょっと今相談しながら、考えていきたいというふうに思っています。あとは総合さんのちょっと確認していただきたいんですけれども、蒸留所とビジターセンターは4000平方メートルの土地に建設するということで、建物の面積と、あと、何階建てでどういう作りになっていくとか、その辺ちょっと教えていただきたいな。はい、蒸留所と自社センターの方についてのご質問だと理解しました。そちらについては、先ほどのご指摘いただいたように、4000平米、3800平米くらいの土地でして、ここに今、現状の契約では、まず途中段階なんですけども、1500平米ほどで、計画を1500平米作りしたんですかね、のような規模で考えております。建物は、現状では鉄骨造の地上2階建てに、なります。
で構造に関しては鉄骨造なんですけども、まあ、一部鉄筋コンクリート等を使ってより、まあ、耐震性の高い安全性の高い建物ということで計画を進めております。2階の部分ってのはどういうものなんでしょうか。はい、蒸留所本体はですね、天井がすごく高い部屋ですので実質的には2階建てになります。で先ほどの断面図のイメージの方でお見せなんですけども、2階の方は、右側がビジターセンターなんですけども、1階の方が一般のお客様がいらっしゃる、ショップですとか、あとバーですとか、そういったものが入る予定で、2階の方に先ほどのエディさんが考えていらっしゃる、ウイスキーの勉強したりですとか、あるいはブレンド体験をするような、そういった、少し、もう少しこう、込み入ったというか、もう少しこう、一歩踏み込んだような体験ができる、そういったものを主に2階と、どうで考えてます。あと、先ほど島越からもあった、事務所としてですね、の機能も、当然こちらに必要になりますので、そういったものも2階のフロアということで、現状は計画をしております。あと、熟成庫の方は、6000平方メートルの土地ということですけども、ヒントを作られると。こちらの方に関しても、まだちょっと検討段階ではあるんですけども、提案では今このように2棟ということで考えておりまして、当然その、製造開始直後に2棟必要なわけではございませんので、順を追って段階的に建設をしていくというふうな計画でおります。なんか熟成庫の方が特殊な作りになったり。そうですね、このアーチ型の方はちょっと特殊な工法を使いまして、できるだけの環境へのインパクトを抑えるということと、あと、我々が建築家としてすごく面白いのはですね、チャンさんの方から、環境とどう付き合うかといったときに、今、一般的には高気密、高断熱と言われるような、外気の環境と切り離して、中の環境を作るっていうのがすごく一般的なんですけども、今回そうではなくて、いかにこう周りの環境とうまく付き合っていくか、つまりそういった断熱や高気密ということではなくて、例えば、床の部分的に土であったり、周囲の環境により受けやすいような建物を作りにしてほしいという、すごく特殊な依頼があって、それで、この方法というのを提案させていただいて、それで今、ご理解いただいているという状況になります。現状面積っていうのは熟成庫の方は、これ1棟が大体1200平米が、この建築面積ぐらいなんですね。で、部分的に一部、しくは2階に、事務的な機能というか、事務所の、熟成庫の方にも、そういった、樽を置いているだけのスペースではないものも、検定ができたらなという、話があるんですけども、ちょっとあくまでこちらに関してまだ、検討をさせていただいているという段階になります。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。はい、どうぞ。毎日新聞の坂根と言います。今日はありがとうございます。島岡社長に伺いたいのですが、お話を聞いている中で、今回のウイスキーが まさにそのビジネスチャンスと捉えられてのこの事業、蒸留所がの建設になっていくと思うのですが、まずは なぜウイスキーだったのかというところを改めて伺いたいです。例えば、もともとウイスキーが趣味で好きだったのかとかですとか、なんでウイスキーかというところをもう少し教えてください。実は私は軽井沢に、20年ぐらい住んでおりまして、昔ちょっと仁淀町に小さい蒸留所があって、よく時々その柵に行く途中でちょっとその美術館もあったものだから、その中で、ご飯食べたり、ちょっと飲んだりしてました。で、その時に、その中で、レストランを経営している、フレンチレストランの田村さんと、すごい仲良くさせてもらって、で、軽井沢のその彼の店にもよく行ってました。で、その時に、たまたまその2008年に、急にメルシャンがもう、売却されてもうやめるということで非常に残念に思いました。でその後実は私の友人がそれまでよく連れて行くところだったので、
これはもったいないと。でその時から実はいつかはちょっと私はここで自分でウイスキー作りをやりたいというふうに、思うようになりました。それが最初の機会です。ありがとうございました。はい、続いて他にご質問いかがでしょうか。はい、はい、どうぞ。東進ジャーナルの中西と申します。一緒にお聞きしたと思います。先ほどご挨拶の中で、このプロジェクトにおいて、小諸市が全力で支えていきたいというお話がございましたけれども、具体的にどのような支援、これから考えられているんでしょうか。先ほど、共同発表ということで、島岡さんが、ヤンチャンさん、フィリーさんから、いろいろお話があったんですけど、非常に熱い思いを持って、高くも持って、この小諸市という地を選んでいただいてですね、世界に、本当に小諸市を売り出していただけるような、小諸という名前が世界に知れ渡るような、最高クラスのですね、ウイスキーを、作っていただけるという思いに応えるべくですね、行政としてできることということなんですが、小諸市には、企業誘致の、支援メニューもありますし、それから新たな、こういう事業を立ち上げるという中でですね、軽井沢蒸留酒製造株式会社さんの方でも、自然環境にも、貢献していただける、また地域観光にも貢献していただけるということでありますので、ぜひそちらの面からのサポートっていうのも、やっていきたいなというふうに思います。一民間企業ではあるんですが、やはり小諸を、世界に、売っていただけるという部分もすごく、我々とすれば、ありがたいことでありますので、ぜひですね、山崎とか白州とかそういうところに並び称されるというか、それを超えるようなまたこの地域に、できたらなというふうに思いますし、さらに言えば、軽井沢エリアという言い方を先ほどからしているんですが、この地域の連携という部分でも、ぜひ島子さんの会社を、ご協力を仰ぐべくですね、地域連携のまた核になっていただけるようなサポートというのもぜひさせていただければななんていう話を、島岡社長さんとはさせていただいています。観光でこのような施設でいつも問題になるのは、車で来た場合の足なんですけれども、交通の面でのサポートというのを考えましたか。今現在ですね、小諸市の公共交通という部分で、先ほどもちょっと話が行ったり来たりになっちゃうかもしれませんが、軽井沢からの誘客の一つの核ということで、小諸市も捉えているというお話もさせてしました。で、軽井沢に、年間やっぱり800数十万人の皆さんが来ていただいて、また世界企業になるわけでありますから、新幹線等を通じてですね、小諸駅に降り立つ方々もいらっしゃるというふうに思います。で、そういった時に、やはり公共交通の整備っていうのが一つ大きな課題になるのかなっていうふうに思っています。インターにも近い場所になりますので、車でおいでの方々は直接行っていただく、感染に近いというところですので、車に関してはいいと思うんですが、やっぱり鉄道ですね。鉄道からのアクセスっていうのを、やはり将来的に、今、別の関係で回すとかも、いろいろ考えて、水面下では、いろんな企業さんとか、国交省をはじめですね、やっていますので、軽井沢蒸留酒製造株式会社さん、それから、マンズワインさんはじめとするワイナリー、ここら辺の、拠点をですね、結んでいく、そういう公共交通を将来的に考えていきたいというふうに思います。今のお話、2年後には、SOGO さんの方で、設計をされて、
新しい蒸留所ができるわけでありますが、本当に大勢の皆さんが、その次の段階から来られるというふうに思いますので、できる限りですね、そういう部分のサポートも、できるように考えていきたいなというふうに思います。今、具体的にはちょっと、これをこうしますっていうことはちょっと申し上げられないんですが、そういう部分での応援もぜひしたいなと思います。はい、ありがとうございました。その他いかがでしょう。はい、どうぞ。産経新聞の原田と申します。チャンさんにお聞きしたいんですが、私もカバランに行ったことがあるんですけれども、カバランはやっぱりあったかいところで、早く熟成されて短い期間の割にすごくおいしいとかがあったり、あと、南国の方なんでパイナップルとかなんかトロピカル系の香りが若干感じられるっていうのは、そういうちょっとキャラクターが分かりやすかったんですけれど、今のお話ではまだちょっと小諸の月がどんな分かりにくいんですけれども、例えば先ほどの温度の話、断熱とかそういうテクノロジーの話だと、例えば、寒いところの割には早く熟成されるような技術が入るのかとか、あとはこの小諸のこの場所内の何か味を言葉でもうちょっと表していただきたい。So whiskey is a very interesting alcoholic beverage. But before we actually start to produce the whiskey itself, it is actually quite hard at this moment that I tell you, exactly how it tastes like. But definitely, together with Shimaoka-san and Eddie in the UK, we have planned for many experiments in terms of yeast and also the cut points during our distillation. And also, in the end, it's all about the combination of what type of casks that you use. Because in terms of percentage, casks consist of 60% influence on the flavor as well. So it's all a combination of all these different factors together. So unlike unalcoholic beverages where you can have a simple formula of sugar, salt and something, and then you're with the SOP, and then you can make something very consistent. With whiskey, it's all about trial and error in the future. That is something we're going to do. そうですね。普通の飲み物でしたら、砂糖をどのぐらい入れたらどのような味になるのかとか、塩をどのぐらい入れたらどのぐらいの味になるのかという予想ができるんですけれども、ウイスキーに関しては試行錯誤を重ねながらどのような味になるかを見ていくという飲み物になります。So with Eddie and also actually we already have a colleague who is majoring in microbiology from University of Tokyo.He's also here today. He's going to be my colleague. So we will do many experiments together. Microbiology を用いて、いろいろな実験を重ねながら、どのような味になっていくのかを見ていくという段階です。But like Jim Fuan, I already have a blueprint in my mind already. So we can save many unnecessary times to do when it comes to experiments.しかしながらジムさん博士からいろんなことを教わっておりますので、そのような実験をあまり試行錯誤に多くの手をかけずに必要なものだけに時間を割くような
ことになると思います。 I hope that answers your question. それが答えになっておりますでしょうか。じゃあこれから味を作っていくというようなピストリックだけ。As I said in the previous speech just now, at the moment I can only give you an outline of rich, fruity, and also complex and clean. But in terms of exact flavors, that is something that maybe next year when I come back here after Lunar New Year for the long term, we will start to do laboratory tests to finalize our formula for the future.現在においては、先ほど ウイスキーの、説明にありましたように、リッチでフルーティーな、クリーンで、そして複雑なのに、クリーンだというようなフレーバーを考えてはいるんですけれども、1年後ぐらいにならないと、どのようなものになるかというのは、まだアウトラインの段階であって、はっきりとした、こういうものになりますというようなものはありません。今の段階ではありません。はい、ありがとうございます。その他の質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは質問も途切れたようでございますので、これより写真撮影の時間とさせていただきたいと思います。正面の今関係者が座っているテーブルをすべて撤去しまして、その前で写真